マイケル・マクレイ・キングは、アメリカ合衆国ニューヨーク州、モンローグン・ロチェスター出身のプロ野球選手。ウトウ・ミギウチ。MLB のニューヨーク・ヤンキース所属。2016年の MLB ドラフト12巡目で、マイアミ・マーリンズから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・マーリンズで、プロデビュー。A-9 バタビア・マックドックスと A 級。 グリーンズボログラスホッパーズでもプレーし、3球団合計で15試合に登板して3勝3敗、1セーブ、防御率4.11、20奪三振を記録した。2017年は A 級グリーンズボロでプレーし、26試合に登板して11勝9敗、防御率3.14、106奪三振を記録した。二千十七年十一月二十日に、ギャレット・クーパー、 ケーレブスミスとのトレードでインターナショナルボーナスプールと共にニューヨークヤンキースへ移籍した。2018年は参加の a 級タンパターポンズ、a 級トレントンサンダー、トリプル A 級スクラントンウィルクスバリレールライダースでプレーし、3球団合計で25試合に登板して11勝5敗、防御率1.79、152奪三振を記録した。 2019年はマイナーでは、ルーキー級、ガルフコーストリーグヤンキース、A-9 スタテンアイランドヤンキース、A 級トレントン、トリプル A 級、スクラントンウィルクス割リでプレイし、4球団合計で11試合に登板して3勝2敗、防御率5.48、44奪三振を記録した。9月19日に、メジャー契約を結んで、アクティブロースター入りし、 27日のテキサスレンジャーズ戦でメジャーデビュー。2021年5月1日にダレンオデーの故障者リスト入りに伴い MLB に昇格した。平均92から95マイルパーアワーのツーシームでゴロを量産するグラウンドボールピッチャーである。変化球ではスライダーとチェンジアップを使用する。ありがとうございます。